みぞれや。今日で61回目の全部になります。ありがとうございます。皆さんのおかげです。今日も実に晴れてはいますが、風が冷たいので、体調管理と健康と風に気をつけて今日も出かけましょう。今日は暖かい格好をして出かけてください。ハッピーな皆様、おはようございます。天気予想官の原田小太郎です。今日は晴れてはいますが、ついに風が冷たいので暖かい格好をして出かけてください。皆様に報告です。今日は私の天気予想官のズームは61回目を迎えました。ありがとうございます。皆様のおかげです。これからも頑張りますのでよろしくお願いします。それでは皆様、今日も一日いい日にしましょう。では皆様、今日も一日気をつけていってらっしゃい。できます。では今日も同様に一日頑張ろう。